10月13日から15日までの3日間、長野諏訪からものづくりの情報発信を行う諏訪県工業メッセ2016が諏訪湖イベントホールで開催されました。イエスものづくり、今回は諏訪県工業メッセの模様をお伝えします。今年の諏訪県工業メッセは過去最多となる412社551のブースが出展し、国内外の企業関係者などを中心に大きなにぎわいを見せました。これからこの地域が目指す産業、つまり医療ですとか環境ですとか航空ですとか、そういうところのテーマゾーンというのが非常に見どころになるんじゃないか。医療 の車椅子の玉乗り車椅子っていうのを初のお目見えでこのメッセで展示してますので、その有効性も見ていただければというふうに思います。会場には各社自慢の技術や製品をアピールするブースが並びます。こちらは牛越製作所、精密に切削加工された金属ガラスの製品を展示しています。特徴はアモルファスということで、ナノの加工ができる材料です。岡谷市の中小企業の経営者が集まって作ったネクスト、それぞれの企業の特徴を生かして共同で精密なコマを作りました。こういったコマを一つのきっかけとしてですね、将来 の自分たちの製品のヒントにしていくとか、販路を開拓するとか、そういったところに していきたいというふうに思います。諏訪県工業メッセは諏訪の技を世界へ発信します。これはもう販路の拡大ですよね。その一点につきます。